どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ダイナースクラブカードがですね、なんと初年度年会費無料キャンペーンが来ておりますので、本日はこちらの解説と、またね、利用額に応じてキャッシュバックのね、キャンペーンも来ているっていう風になりますんで、本日はこちらね、解説やっていきたいなと思います。ということで、私はですね、先日ね、こちら審査落ちてしまったわけなんですけども、私ね、また3月ぐらいにですね、ハワイね、行く予定がございますので、まあ、この時までにね、またちょっとね、チャレンジしたいな、なんていうふうに思っている次第なんですよね。で、今回ですね、初年度年会費無料来ているっていうふうになりますんで、このダイナースのカードのね、初年度年会費無料キャンペーンは、本会員も家族会員の方もね、無料で初年度ね、利用することができるっていう風になりますんで、ダイナースクラブカードね、ちょっと試されたいっていう方はですね、非常におすすめっていう風になりますんで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ではね、まず基本スペックから、いきたいと思うんですけども、券面がね、こんな形になっておりまして、このね、マスターカードのね、コンパニオンカードっていうのも、このダイナースクラブカードはね、発行することができて、無料で発行して、ね、利用することができるっていう風になります。で、年会費がですね、24,200円、初年度年会費無料、家族カードも5,500円なんですけども、初年度年会費無料で利用することができます。で、貯まるポイントはダイナースクラブリワードポイントが貯まって、有効期限はありません。で、還元率は 1% 還元ということで、マイル交換先ということで、ANA、ユナイテッド、JAL、大韓、デルタのマイルに交換することができます。で、マイル交換レートなんですけども、ANA マイルだけね、1ポイント1マイル、年間4万マイルまでね、交換することができて、それ以外ね、JAL だったら2500ポイントが1000マイルであったり、その他のね、マイレージだと2ポイント1マイルになったりね、結構ね、交換レートがですね、ANA マイル以外ね、あんまりよくありませんので、基本的に ANA マイルにね、交換していただくのがおすすめっていう風になります。で、ダイナースグローバルマイレージ費用ということで、マイルにね、ポイント交換する場合は年間6600円かかります。これがね、ちょっと残念ポイントですよね。で、レストラン特典ということで、約280のエグゼクティブダイニングが利用することができます。こちらは2名分コース料理を予約すると、1名分ね、無料で利用することができるサービスっていう風になっているわけなんですけども、かなりね、多くなっております。で、ホテル特典ということで、クラブホテルズっていうのがね、国内外利用することができて、こちらね、朝食とかね、アップグレードとか、利用することができます。で、空港ラウンジということで、ダイナースといえばやはりね、この空港ラウンジが非常に強くてですね、国内外1300カ所以上で利用することができて、こちらね、年間10回で、しかもね、初年度年会費無料で利用することができて、家族カードのも利用することが10回ね、利用することができるっていう風になりますんで、1年間ね、こちらを、お試しでね、利用するっていうのも非常におすすめです。詳しいね、利用先っていうのはね、ちょっと後でね、見ていきたいなと思います。で、旅行保険ですね、海外旅行保険自動付帯っていう風になっておりまして、5000万円までですね、自動付帯されております。で、国内は利用付帯っていう風になっておりまして、海外緊急対応デスクということで、こちらもね、後でちょっと見ていきたいなと思うんですけども、キャッシュレスメディカルサービスとかもね、対応してるんですよね。で、ショッピングリカバリーということで、購入後90日、年間500万円までショッピング保険ついておりまして、こちらスマホも対象っていう風になりますので、こちらね、結構おすすめポイントです。で、空港手荷物宅配サービスということで、年間2回までにはなるわけなんですけども、帰国時のみ、羽田、成田、関空、中部で利用することができます。で、私がね、一番利用したいね、特典なんですけども、ハワイのトロリーバスというところで、リーリートロリーっていうのが年間2回、1日乗車券無料で利用することができて、こちらね、家族カードも利用することができるっていう風になりますんで、まあ、先ほどから言ってる通りね、初年度年会費無料で利用することができて、家族カードも初年度無料なんでね、にもかかわらずこちらもね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、いいですよね。で、このね、年間っていうのはですね、4月1日から3月31日までということで、1月1日からね、12月31日まではございませんので、この点は注意してください。で、発行元は三井住友トラストクラブっていう風になっております。で、今回のね、新規入会キャンペーンなんですけども、これがね、こちらになっておりまして、ダイナースクラブカード新規入会キャンペーンということで、こちら1月4日からね、3月31日申し込み分までやっているキャンペーンという風になっておりまして、本会員、家族会員ともに初年度年会費無料で利用することができます。またね、入会後3ヶ月以内にですね、20万円利用していただくと、1万円キャッシュバックがね、もらえるキャンペーンもやっておりますんで、こちらもね、いいですよね。で、まずですね、初年度年会費無料キャンペーンなんですけども、概要欄にね、URL 載せてありますので、
そちらからね、申し込みするようにしてください。で、このね、1万円キャッシュバックについてなんですけども、入会後3ヶ月以内に20万円のご利用で1万円キャッシュバックということで、で、以下のご利用分はね、集計対象外ですということで、年会費であったり、ダイナースグローバルマイレージ年間参加料であったり、ショッピングリボ払いの弁済金、キャッシングサービス、カードローンのご利用分など、まあ、ここらにね、記載されているものはですね、このね、20万円のね、利用分には入ってこないっていう風になりますんで、こちらだけね、注意していただければ、20万円使ったらね、1万円返ってくるっていう風になりますんで、こちらね、非常にいいですよね。ぜひね、今回のキャンペーンで発行された方はですね、20万円以上ね、利用していただくのがね、おすすめっていう風になります。で、3ヶ月以内っていう風になりますんで、まあ、月6、7万、利用していただければね、行くっていう風になりますんで、まあ、結構簡単に達成できるのではないかと思いますんでね、ぜひ、こちらね、覚えておいていただければなと思います。で、またですね、このね、下の方に書いてあるね、こちらも結構おすすめで、前回ね、細かい話とかで話したと思うんですけども、カードご利用2人に1つ必ず当たるダイナースクラブ冬の大抽選祭りということで、こちらね、エントリーしていただいて、利用していただくとですね、5万円以上ですね、2人に1人、500ポイントもらえるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですよね。まあ、5万円なんだね、結構参加しやすいのではないかと思いますし、まあ、2人に1人500ポイントだったら結構ね、当たる確率高いのではないかと思いますんでね、ぜひこちら覚えておいてください。では次にですね、海外緊急アシスタントサービスということで、ダイナースカードにはですね、まずエマージェンシーアシスタンスということで、東京海上日動海外走行サポートデスクを通じて、ご旅行中の病気や怪我等の様々なトラブルの場合に、専任のスタッフが各商談に日本語で対応しますということで、こういったね、サービスだったり、海外の緊急医療相談サービスとかもですね、こちらね、無料で電話サービスとかも、24時間年中無休でね、利用することができたり、こちらですよね、キャッシュレスメディカルサービスということで、海外ですね、自己負担することなくね、治療が受けられるね、キャッシュレスメディカルサービスっていうのも、利用することができて、このね、対象のね、病院一覧とかもね、見ることができるっていう風になりますんで、こちら非常にいいですよね。で、またですね、手荷物宅配サービスということで、年間ね、2回までにはなるわけなんですけども、羽田空港第2、第3ターミナル、成田空港第1、第2ターミナル、関西中部でね、利用することができるっていう風になっておりまして、こちらね、普通に利用するとですね、2、3000円かかるっていう風になりますんで、年間2回にはなりますけどもね、ぜひこちらは利用していただければなと思います。で、一番ね、おすすめさせていただいているのはやはりね、これですよね。ダイナースクラブカードはですね、空港ラウンジがですね、世界1300以上のね、ラウンジが提携しているっていう風になりまして、こちらが年間10回までね、無料で利用することができるんですよね。しかもね、家族会員、本会員両方ともね、10回利用することができるっていう風になりますんで、お試しでね、1年間、初年度年会費無料で利用することができるっていう風になりますんで、こちら非常にいいですよね。で、こちらのね、年間っていうカウントも4月1日から3月31日までっていう風になりますんで、これだけね、注意してください。で、またね、この10回っていうね、10回まで無料なんですけども、国内にあるすべてのラウンジは利用回数制限対象外っていう風になりますんで、国内のラウンジもね、たくさんあるんですけども、国内のラウンジはね、回数に入ってこないっていう風になりますんで、これもね、結構いいんですよね。またね、このね、ダイナースのホームページはですね、海外のね、ラウンジとかですね、国内のね、国際線とかのラウンジもね、検索がね、できるっていう風になりますんで、これ非常にいいですよね。日本でね、成田空港とかね、入れて、検索していただくと、まあ、こういった感じでね、一覧で出てくるっていう風になるんですよね。9アワーズとかもね、利用することができますし、ボテジュー屋台ですね、ターミナル3に先日ね、できましたけども、こちらも利用することができて、またね、ISS のラウンジ1、2と、またね、スーパーラウンジコッコだったり、ノアだったりね、利用することができるっていう風になっておりますんで、またね、パン焼きクリタとかもね、利用することができるっていう風になるんですよね。やはりダイナースはボテジューグループのね、ラウンジは全部提携してるっぽいですね。はい、こういった感じでですね、検索して見ることができるっていう風になりますんで、これもね、わかりやすくていいですよね。では次にですね、ホノルルのリーリートロリーということで、こちらをね、私はね、利用させていただきたいんですよね。下の方にね、書いてありますけども、
トロリー乗車券サービスということで、ホノルルに観光に便利なリーリートロリー1日券、無料で差し上げます。ホノルルに到着したらリーリーラウンジで乗車券を受け取り、その後はショッピンググルメ堪能してくださいということで、まあ、これにね、路線が書いておりまして、受け取る場所はね、あのワイキキ中心地にあるね、ロイヤルハワイアセンター、まあ、先日の動画でもね、行きましたけども、こちらのね、B 棟の3階にあるみたいですね。こちらで受け取って、利用させていただくっていう風になりまして、年間ね2回までにはなりますけども、こちらね無料で利用することができるっていう風になりますんで、ハワイ好きな方はですね非常にいいですよね。私もねこちら次ね、あの発行できた際にはですね、ぜひねレビュー動画出したいなーなっていう風に思うわけなんですけども、こういった特典もねありますんで、ハワイ好きな方はですね非常におすすめです。で、またですね、このダイナースにはね、ビジネスカードっていうのがありまして、このビジネスカードもね、今初年度年会費無料キャンペーンやっているっていう風になりますんで、もしね、会社経営されている方であったりですね、個人事業主の方はですね、初年度年会費無料でね、利用することができて、またね、このビジネスカードっていうのはですね、コアワーキングスペースがね、あの、優待で利用することができたりですね、またね、ビジネスコンサルティングサービスとかもね、利用することができるっていう風になりますんで、ビジネスカードね、発行されたいっていう方も、1年間無料で利用することできますんでね、こちらもおすすめっていう風になります。ということで今回ですね、ダイナースクラブカードは初年度年会費無料キャンペーン、またね、20万円以上利用していただくと、1万円キャッシュバックキャンペーンもね、やっているっていう風になりますんで、気になってた方はですね、ぜひね、この機会に発行していただくのね、非常におすすめっていう風になりますんで、ぜひ検討していただければなと思います。まあ私もね、あの、何度も言ってると思うんですけども、3月ぐらいにですね、またね、ハワイ行く予定ございますので、まあそれまでにですね、突撃して、ちょっとね、様子見たいなっていう風に思っております。まあもしかしたらね、ちょっとダメかもしれないんですけども、まあこちらばっかりはですね、ちょっとね、まあ落ちてしまったらね、また次回の機っていう風にはなるわけなんですけども、ひとまずね、申し込みだけは、していきたいななんていう風に思いますので、気になってた方はですね、ぜひね利用していただければなと思います。概要欄にね URL 載せておきますので、ぜひねチェックしてください。ということで今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。